あることを気をつけてないから出るっていう。あることっていうのは、あることっていうのはめっちゃモンタイブルじゃないですか。教えてジャック先生。はい、というわけでじゃあ今日もよろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで今日はちょっと夏らしいテーマかなと思うんですが、意外な盲点、真夏に訪れやすい急激な倦怠感の正体とはというお話をちょっと聞いていきたいと思います。はい。このテーマを見てる限りでは、真夏に訪れやすい倦怠感っていうのは、夏バテとか、うんうん、まあそういうことなのかなと思ったんですけど、ちょっとこのあたり詳しくその倦怠感の正体っていうのは何なのか教えていただけますか？夏場になると、吐いてしまうとか、足がつってしまうとか、脱水症状が結構激しいとか、熱中症じゃないんだけど熱中症みたいな症状が出るとか、もちろん夏暑いから出るのは当たり前なんですけど、それ以上にあることを気をつけてないから出るっていう。あることっていうのは、あることっていうのはめっちゃモンタイブルじゃないですか。何か決定的に気をつけれてないことは、クイズにします。僕は答えるんですか？うん。何かを気をつけれてない、はい、ヒントは太陽。太陽、紫外線。お、正解。正解。日焼けですね。ああ。焼けたらいいと思ってる選手も多いんですよ。はい、あの、はい、黒い方がね、かっこよく見えるし。確かに確かに、うん。ただ、結局日焼けって火傷なんで。体にはダメージを食らってる。ダメージ食らってるってことですね。で、まあ、火傷をするってことは、修復にエネルギー使わなきゃいけないし、皮膚の細胞とかが壊されるってことは、本当は水を含んでおかなきゃいけない細胞が、壊れるってことですよね。保湿する場所が大量に失われるってことじゃないですか、はい。だから結果的には体温調整機能とかもやっぱり損なわれていく。損なわれていくし、壊された細胞どこで修復するのとかって言った時に肝臓じゃないですか、うんうん。もちろん食欲が減退するのって肝臓が疲れてるから減退するんですよね。はい、ってことはそういう日焼けとかで肝臓をフルにこう稼働させとけば、消化吸収に使う時には使えなかったりとかするわけですよ。なるほど、なるほど。夏バテって言うけど、日焼けをこう防止できれば、大部分防げるし、またその脱水とか熱中症っていうのも防げるんですよね。なるほど、なるほど、なるほど。対策としては、日焼け止めを塗りましょう。そうです。プロの選手とかに必ずさせてるんですけど、日焼け止め。紫外線洋服も通過するんで、見えるとこだけじゃなくて、洋服の下もやってほしいし、まあ髪とか顔も今スプレーでかけられるものがあるので、はいはい、あとはその紫外線も2種類あって、はい、エネルギーの強い紫外線と、はい、エネルギーは弱いけど、広範囲にわたって。その照射してるってことですね。そうですね。その深く狭くのと広く浅くみたいな。そうです、そうです。こっちは 50%、こっちは 70% 効きますよとか、そういうあのものも売ってるので、はい、火傷に近いような焼け方になるのはエネルギーの強い方なので、うん、そっちに対応する日焼け止めをスポーツをするときは塗ってもらって、日常は弱い方のエネルギーに対して効くやつを塗ってもらうとか、なるほど、そうやって分けてもらってもいいし、一緒に入ってるやつを使ってもらってもいいし、うん、なんかその市販で数値ありますよね、FB なんか、そうです、そうです、そうです。あれなるべくまあ強いのを競技中とか練習中は使うように、うん、そうです、そうです。ってことですよね。そうです、そうです。なるほど、なるほど。多分汗とかかくから、うん、なるべくまあこまめにというかその朝塗ったらそれでしまいっていうよりかは、休憩の時にはもう一回ちょっとミストとか、こまめに焼けないように。そうですね。家を出る前にやった方がいいんですよね。あ、一旦。車の中にいても焼けるし、うん、まあ部屋の中でも極端に言えば焼けるんですよね。はいはい。猫って紫外線を見れるんですよね。なので猫がこう壁の方を向いて、こうやってぼーっとしてるのは、はいはい、紫外線のぼやぼやぼやっていうのを見てるんじゃないかって、まあ動物病院の先生とか言うんですけど、紫外線っていうのは通過するものなんで、うん、そういうところも考えると、家の中からちゃんとやっていかなきゃいけないし、最近飲む、日焼け止めもあるんですよ、ね。そうなんですか。モデルさんとかよく使ってたりしますけどね。では中からバリアするってことですね。どういう仕組みなのか僕もわかんないんですけど、はいはい、メラニンに作用するとかそういうことなんでしょうかね。なるほど、なるほど、なるほど。日焼け止めをなるべくまあ朝から塗って、うん、で、まあ休憩とか、まあ試合終わりとかにちゃんとこまめに塗って、それでも起こるときっていうのは、やっぱりさ、熱中症の恐れがあったりとか。そうですね。まあ、水分を補給するとかっていうことはしっかりしなきゃいけないし。はいはい、それ大前提として。そうです、そうです。いろいろやってるのに、改善されないよとか、倦怠感が取れないよとかっていう場合は、そういうところに、まず注目してあげると。はい、一つの選択肢として、うん、日焼けっていうのとかちょっと一回考えてみる。そうですね。っていうことですね。結構みんな、その、忘れてるというか。いや、忘れてると思いますし、うん、僕らちっちゃい時にそんな言われたことなかったので、うん、でもやっぱり大きいなって思うので。そうですね。はい、まあ、紫外線がどんどん強くなってると言われてるんですよね。もう何十年前と今とでは全然違うって言われてるので。余計にやっぱ気をつけて。そうですね。
はい。なっていうことですね。はい。なるほど。これから多分もうね、夏真っ盛りになると思うので、すごく大切な動画かと思いますので、競技されている方以外の指導者の方とかもぜひ、子供さんとか来られている生徒さんね、多分日焼け止め、気をつけていただければと思います。はい。というわけで今日のジャック先生の授業はここまでにしたいと思います。はい。ありがとうございました。